リンゴダイエットの注意点や効果について教えてください。また、薬による治療で酷使した肝臓のケアにも良いのでしょうか。はいはい。リンゴダイエットね、江戸川慶次が勧めた実は健康法なんだよね。私はもう65年江戸川慶次やってて、治療師になって45年だと言ってんですよ。45年以上やってんだと思うんだけど、皆さんの健康に関与してるわけですよね。それで江戸川慶次の健康法をやってるので、江戸川慶次の健康法の中にリンゴダイエットというのがあるの。これ面白いじゃない？健康法にリンゴだけで3日間過ごす。しかも生のリンゴだけで3日間過ごす。私はケイシーのリーディングを知ってるから、これアメリカのリンゴですよ。後でまた説明しますけど、アメリカのリンゴは熱を通して食べないといけないとケイシーが言ってるんですよ。それでアメリカの人たち、100年前のアメリカの人たちにリンゴダイエットという健康法を勧めたの。これおかしいと思わない？でも神は確かにそのようにリーディングはと言った方がいいかな、進めてますよね。まだこれやってみない手はないということで、私はすぐやった。これもどっかでお話してると思うけど、私15日の完璧な水だけしか飲まないダイエットっていうんじゃなくて、こういうやり方をやってみたことがある。でもね、私を管理してる専門家の方がね、やめろやめろって言うんでね、10日間やって、実は15日やるつもりだったんだけどね、分かったのはね、何も食べないっていうのはね、苦しくもなんともないんだね。なんかすごく面白いかな。体が軽くなってね、ひょんひょんひょんとって、階段3段飛びぐらいでね、ひょんひょんひょんと暴れるぐらい軽くなったよね。最初の2日3日は足上げるの大変という状態だったんだけど、10日も経つとね、階段ちょんちょんちょんって上がれるので、断食したのは小田原なんだけれども、当時新幹線なかったけどね、私東京へ来ていろいろ治療の講座を聞いてましたよ、大先生たちの。それからまた何も食べないで、駅のね水だけ飲んで行動してましたからね。さらに私はどちらかというととんでもない男だから、断食してもう忘れちゃったけど1週間くらいだったら、夏休みに断食したので夏だった。私はカッパです。これもよく言いますね。だいたい何十キロでも泳げるから、もう海入って、小田原の海、しかも遊泳禁止というところでね、大波キャーッと立つとこね、あんな面白いところないよ。しかもまた言いたくなっちゃったんで言うんだけど、私は皆さん砂浜で泳ぎ出すのかね、砂浜で泳いでんだけど、私は岸壁から泳ぐかな。岸壁から泳いで岸壁にで上がってくる。これもこう言うとね、話なんかとんちんかんだけど、こう言うとね、すごいことやってんなって言って見るかもしれないけど、私はヨーロッパ人を含めてね、目の前でやってみせる。波見てればいいんですよ。岸壁から波が上がってきたらひょいと飛び込めばいいで、降りてったらさっさと岩から離れればいいということで、今度は登る時どうするかというと、波に乗ってくればいい。波の一番トップのとこで乗ってって最後の最後の波が引く時にひょいと岩つかまればいいんですよ。そして波はこのお洋服脱ぐような感じでさっと取れるんでね、スイスイスイと上がっていくと、こんな感じかね。何喋ってんのか分かんなくなっちゃったけれど、断食の話ですね。だから断食中もその調子で、はい、泳いでました。はい。ということで、この復食やってみて、ね、これはうるさいこと言うとなんだから言わないけれども、復食ってね、最初ほんのちょっとの食べ物を食べるだけっていうか、舐めるだけから始めるんですよね。特に10日も断食したらそうですよね。先ほど申し上げたように体軽いから何でもないんだけれども、そこからだんだん増やしてってね、食べるんですけどね、もうその最初の食べるのがね、美味しいんでびっくりしたけれどね。きゅうりなんか皆さん美味しいと思って食べるかね。きゅうりをね、匂い嗅いだだけでね、もうすごい美味しい。もう食べたくてしょうがない食べ物になりましたね。で、私は案外さつまいもなんか食べなかった、当時は。でもさつまいも一切れ出してもらったらね、こんな美味しいことなかった。何言いたいかというと、感謝、喜び、これが断食の大きな体験かな。しかもそれで食べてね、ほんのちょっと食べただけで体力がものすごくアップすると、こういうのも感謝する大きなことでしょうね。昔日本人は感謝してお食事いただきました、いただきますっていう言葉でね、こうして感謝して、私もうるさく言われて育ちましたけれどね、今そんなことないんですよ。私も全部感謝忘れて食べてますけれども、でも断食するとそれを思い出すかな。で、何でも食べるときは感謝しながら食べましょうなんていう気になるんだね。人生もそうかもしれないよ。感謝しながら生きてる人なんて私も含めてあまりいないんじゃないですかね。リンゴダイエットの注意点リンゴダイエット、今申し上げたようにね、感謝するために、空腹を感じるためにリンゴダイエットする。それでリンゴは繊維質が多いので腸を全部きれいにしてくれるんですよ。でリンゴだけを食べると、リンゴと水分を取るとね、腸がとってもきれいになる。腸の中きれいに洗ってくれるんですよ。ですからリンゴダイエットをケイシーは勧めました。そして最後に3日目の晩、寝る前にオリーブ油を飲む。これは最終的にはエドワー・ケイシーのリーディングはオイルを飲むという健康法を勧めてるんですね。夜寝る前にオイルを飲む。何かというと腸をきれいにしてくれるから、きれいにして汚いものを積極的に出してくれるので、また当時オリーブ油っていうのがごく普通に高価なもんだったとは思うんですけど、ごく普通にご家庭にあったので、ケイシーはオリーブ油を勧めた。リンゴの食べ方というのはありますか？これルールないんです。何でもいいからかぶりつけばいいわけですね。はい、かぶりつくのが嫌だったら切って食べればいい。はい、皮むかないで食べるのが普通です。肝臓にはいいんでしょうか？あ、肝臓にいいか。これもね、これも大事なことなのでね、私は YouTube でそういう言い方は普通はしないんです。言う立場にない。肝臓にいいかっていうのは、私は例えば悪いですよ、いいですよって何を基本にして言ってるの？それから皆さん聞くときには、多分私から聞くときも医学的にいいかを聞いてるんだと思う。私はそういう立場にない。だからお答えできないんで。で、またそういうことをケイシーのリーディングは言っちゃいけないことになってるのでね、私はあえて言わないと、こういうことですね。で、私はリンゴダイエットするときは生のリンゴでやってます。ケイシーは生のリンゴはダメと言いましたが、日本の場合は生で食べてもいいんですね。これもその通りでね、ケイシーは日本のことは何も言ってないので、アーカンソーレッドとかね、シープノーズって言ってリンゴの名前を言ってます。生で食べてはいけないというのが一般論なんですけど、リンゴダイエットやる時だけは生で食べるんです。今度は私は日本人なので、当然私はアメリカのリンゴを手に入れられないので、日本のリンゴで始めましたけれども、私の場合はこのリンゴ生で食べていいかチェックできるのでね、日本のリンゴ全部チェックして、だいたい八百屋さんで、あるいはスーパーで売ってるのを全部チェックして買ってきますんでね、これが私のリンゴダイエットにいいかどうかをチェックして買ってきてますので、その心配は一切ないと、こういうことですね。それで何度も申し上げますけれども、これが何病に効くかというと、私は免許を持っている治療師なので、私は言っちゃいけない立場にあるんですよ、法律的に。ですから私は言わないと、何度も繰り返してるけど、私は言わないんです。生のリンゴをたくさん食べてお腹が痛くなる人っていうのはどうしたらいいんでしょうか？あ、なるほど。いっぱいいますね。はい、皆さん生のリンゴを食べられてって言って、いっぱいいろんな話があるんですよ。はい、生のリンゴを食べると水分も取ってくださいね。リンゴの水分だけじゃなくて水も飲んでくださいね。それで生のリンゴを食べると具合悪くなる人結構いるんですよ。それでその具合悪い人はそれが必要だったかな。要するに生のリンゴっていうのは繊維質が多いから、腸の中の腸の内側の繊維っていうのは内側のいろんな出っ張りやなんかですよね。その中へリンゴの繊維が入ってってくれて全部かき出してくれるんですよ。ですから生のリンゴを食べましょうよということです。で今度は皆さんね、健康だからリンゴダイエットやりましょうと言わないで、不健康だからあるいは病気だからあるいは何が悪いからリンゴダイエットやりましょうと言うでしょ。そうするとね、たくさん食べろっていうもんだから、私がなんか言ってるからね、たくさん食べちゃうんですよ。そしたらお腹壊すのは当たり前。お腹弱ってんだから。それからお腹の中のね、いろんな組織がもうすでに弱っちゃってんのに、大量のリンゴが入ってきたら大変なんだよね。で、さらに言うと、私は意識に効く方なので、そういった方がリンゴダイエットでやりたいという時には意識に効いて、初めの最初は、例えば、リンゴ煮て食べましょうよ、皮も使わないで食べましょうよって言って、一人一人にはいろんな言い方をすると思う。別にこれ無料ですので何でもないんだけど、ただ私の責任の範囲内でお答えしてるだけです。